皆様大変長らくお待たせをいたしました。ただいまより特定失踪者中国地区大会 in 岩国集会を開催いたします。私は本日司会を受けたまわりました岸本町江と申します。何かと不行き届きがあるかと存じますが、どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。平成ですね、平成ではいい、去年のですね、5月ストックホルム合意の中で、日朝協議が行われ、北朝鮮が日本人に対する再捜査を行うという話がありました。皆さんよくご存じだと思います。その中で特にマスコミの決意あるマスコミの皆様のおかげで、本当に大きなうねりがあるかのような、私たちもそう思っておりました。北朝鮮の拉致問題、しかし実態化としましては、平成20年の李克強実務者協議の状況と全く同じような状況になっております。しかし私たちがその時思ったのは、危機感を感じたのは、この拉致問題の解決ではなく特定失踪者の問題でした。特定失踪者というのは、皆様ご存知のように拉致問題には2つポイントがございます。政府が認定する拉致認定者と、当然それでは終わるわけはない他の拉致被害者、その拉致被害者のですね、一つの箱がですね、特定失踪者という問題です。愕然としたのは、この特定失踪者というですね、名前がメディアの中でも、私たち国民の中でも、この特定失踪者という名前が全く認知されてない、理解されてないという現実でした。そしてもう一つは、これは愕然としました。今の安倍政権が全くこの特定失踪者の問題に関して蓋をしてしまうのではないかとしているのではないかという、そういう危機感、本来拉致被害者を救うというのは、特定失踪者も拉致認定者も大きな箱の中で対応するのが本当の対応だと当然考えます。しかし2つの箱を今の政府は用意しているのではないかと、拉致認定者の箱と、そして特定失踪者の箱、ある方たちは拉致認定者が優先なんだというふうなことをおっしゃる方がおられます。だけど拉致認定者を優先して、その時に何かが決まった後で、果たして特定失踪者の問題、誰が保証できるんでしょうか。今回の本意の趣旨は、とにかくこの特定失踪者の問題を、この大会を通じて、この山口県、そして岩国だけではなくて、中国5県の、まず県民の人たちに知ってもらいたいという思いで開催いたします。本当にここに来るにあたりまして、まずその前にお礼を言わせてはいけないのは、この地元の中で5県の特定失踪者の問題を扱うというのは、中国地区、どこの地区でもそうなんですけど、日本で初めてです、国内で初めての運動です、それは。まずはそれを支え、そして、ここまで、この大会が、今日に至るまでご尽力いただきました。関係各位、特に、岩国市会議員の石本市会議員、そして、山口県宇部市から、何回も何回も足を運んでいただきました山口県宇部市と梶事務局長ほか関係各位には改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。私たちの問題は特定失踪者の問題なんです。だって拉致問題と解決といったら、特定失踪者の問題を外すことなんてありませんよね。どうして今、安倍政権は、この特定失踪者の家族にも、閣僚もそうです、関わろうとしないんでしょうか。
このまま日朝協議が入っていく、こうしてしまうと、国民の意識もみんな、拉致認定者イコール、拉致ですよ。拉致イコール認定者です。そうなってくると、この特定失踪者という問題が、移る前にそこで、この拉致問題が終わってしまうのではないのかという危機感があります。とにかく、この大会を通じて私どもは、地元山口県岩国市だけではなくて、これはメディアの皆様にお願いします。少なくとも中国5県にわたって、そのカメラで絵で、そして記事で、今日岩国でこれからあることを、どうか中国5県民の皆様に、応援していただきたく存じます。私、そのために中国5県メディアマークしてきました。特定失踪者の問題、この問題を本当にですね、今日本当に精一杯訴えさせていただきます。どうかその訴えをお聞きしながら、本当の拉致問題の解決は何だろう、特定失踪者の問題は何だろう、拉致問題の解決に特定失踪者の問題に対する否定はありえない。そしてもう一つ、忘れてもらえるのが一つあるんですね。北朝鮮の1950年代に行われた帰国事業というのがありました。その中で多くの日本人妻が連れ去られ、騙され向こうへ渡り、帰ってきた意思があっても帰ってこれませんでした。これ拉致問題と同じなんですよ。ところがこの日本人妻の問題はもう本当に風化しようとしています。改めて今日斉藤さんに来ていただきます。お話を聞きながらですね、その問題を改めて提言していきたいと思います。最後に、この拉致問題と、そしてこの帰還事業の問題、そして遺骨の問題、在留邦人の問題、いろいろ出ておりますが、これらは一つの線で結ばれた問題だと私どもは思っております。時間がなくてこれ以上はご説明することはできませんが、とにもかくにも、今日、あと2時間半のですね、時間をどうか本当にこう、真剣に取り組んでいただきまして、特定失踪者という言葉をどうか皆様ご認識いただき、そして、私たち家族と共にですね、頑張りますので、ご支援いただけますようにお願い申し上げます。改めて、会社員の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。岩国市の副市長の白木と申します。本来ならですね、市長ってご挨拶するところでございますが、本日はすみません、前々から約束をいたしておりました地元の公務が多々ございまして、どうしてもこの場に来ることが叶いませんので、大変失礼して私が代理で出席させていただきました。市長の方からはですね、くれぐれも皆さん方によろしくお伝えするようにと申しておりましたので、ご理解願いたいと思います。それでは市長から皆さん方へ挨拶を預かってきておりますので代読させていただきます。特定失踪者中国地区大会 in 岩国集会が開催されるにあたり、開催者を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。県内はじめ中国地方各地よりご参加の皆様方におかれましては、平素より拉致問題や北朝鮮当局による人権侵害問題等の解決に向けて積極的に取り組まれておられますことに深く敬意を表しております。特にお集まりいただいた特定失踪者のご家族のお気持ちを思うとき、私も本当に心を痛めている一人でございます。特定失踪者問題調査会のご調査によりますと、拉致された可能性が排除できない特定失踪者は中国5県で35人、山口県警のリストも含めますと、県関係者は11人で、そのうち2人が岩国市の方とされております。拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律におきまして、今日公共団体は国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めることが責務とされています。岩国市といたしましては、引き続き地元警察署や本局等と連携を図りながら、市民一人一人がこの問題を啓
決して忘れることなく、すべての特定失踪者問題への関心を高めていくよう、さまざまな機会を捉えて、啓発活動に取り組む所存でございます。また、拉致被害者の方が帰国された際には、民権とともに、総合的な支援等を行ってまいりたいと考えているところであります。結びに、本集会が実り大きいものとなりますよう、ご期待申し上げ、そして、北朝鮮に拉致されたすべての方々が、一刻も早く家族のもとに帰られるよう、心から願いまして、ご挨拶とさせていただきます。平成27年11月29日、岩国省、田良彦、ともに頑張りましょう。また、ここにご来賓の方々も、お時間を作って駆けつけてくださりましたので、ご紹介をさせていただきます。恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。ただのご挨拶をいただきました、岩国市副市長、白木勲様です。前衆議院議員、中丸博文様です。岩国市議会議員、張俊明様です。岩国市議会議員、弘中信夫様です。岩国市議会議員、山本達也様です。皆さん頑張りましょう。皆様ありがとうございます。また各界各方面よりお越しのご来賓もおられますが、以上とさせていただきまして、本日はこの大会に際し、山口県内外から企業団体からのご協賛を賜り成立いたしましたので、誠にありがたくご紹介に返させていただきたいと思います。一般財団法人水星クラブ理事長、柏原康久様。医療法人錦病院院長、玉田雄一郎様。NPO 法人ビジョン岩国代表、山根利道様。株式会社宮部取締役会長、宮部隆之様。株式会社錦メンテナンス代表取締役、中村義行様。信用運送有限会社代表取締役、三上翔一様。東和警備保障株式会社代表取締役、月森誠一様。百年住宅株式会社代表取締役、中島文夫様。有限会社茅野事務機代表取締役、茅野道秀様。スクー会山口代表、中村六郎様。宇部市日の丸農会事務局長、伊藤雄二様。日本会議岡山様。東アジアネットワーク代表、石原智忠様。東アジアネットワーク鳥取代表、三月博史様。北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会代表、山田文明様。拉致と真実責任編集、萩原亮様。またこの他にもたくさんの支援をいただきました。この場を借りまして深くお礼を申し上げます。ありがとうございます。さて、本大会に各方面よりのメッセージ多数届いておりますけれども、私の方から2通ご紹介をさせていただこうと思います。はじめに、拉致問題担当大臣加藤勝信様からいただきました。皆様こんにちは。拉致問題担当大臣の加藤勝信です。本日の特定失踪者中国地区大会in 岩国の開催にご尽力をいただいた実行委員会の皆様にお礼申し上げますとともに、本日お集まりの皆様方が日頃から北朝鮮による拉致問題に関心を持たれご支援いただいておりますことに対し、心より感謝申し上げます。昨年7月に北朝鮮が特別調査委員会を設置し、拉致被害者を含む全ての日本人に関する調査を開始してから1年以上が経過した本日に至るまで、
拉致被害者の方々の帰国が実現していないことは誠に遺憾です。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権と国民の生命安全に関わる重大な問題です。そして家族の時間を引き裂き被害者それぞれの未来を奪う人権人道上の由々しき問題であります。拉致問題の解決は安倍政権の最重要課題であり政府の責任において最優先で解決すべきものです。安倍総理の力強いイニシアチブのもと対話と圧力行動対行動の原則を貫いて拉致被害者としての認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の帰国を一日も早く実現すべく全力で取り組んでまいります。拉致問題を含む北朝鮮の人権問題を改善・解決しようという国際社会の機運がこれまでになく高まる中、拉致問題の早期解決のためには拉致は許せない、一日も早く全ての被害者を帰国させようとの多くの皆様の声が、世論の後押しが大きな力となります。安倍総理からは、被害者とご家族がしっかりと抱き合う日が訪れるまで、私たちの使命は終わらないとの強い指示を受けております。私も全力を尽くします。皆様にも今後ともご支援、ご協力いただきますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。以下、同意文でございますので、ご褒めのみご紹介させていただきます。北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟会長、衆議院議員、平沼武夫様からも頂戴いたしております。ありがとうございました。